は何事だ。どうした、何があった。海が干上がっている。目を離しただけなのに。取り乱すな、俺が助けてやる。まるで心を失ったかのようだ。誰の仕業だ。文庫の小屋、これは勘床、猛虎の儀式だろうか。この染め、猛虎のものなのか。民が枷をはめられておる。舌を噛みちぎったのか。血だまりだ、何に耐えておった。サムライ大鷹様が呼んでる。サランボルタンジャロボルタンジャロボルタンジャロサあの郷で仲間を鼓舞しておる。苦しめおって、正体を突き止めねばな。集落の者に何をした。大鷹様の呼び声を聞いた。大鷹、己の長か。あのお方は一族を率いて対馬に来る。息のすべてをその手に収めた後で。こやつら、あの息から。父ジェン、手を貸さんか。お前は死ぬのが衆生のためだ。急いで駆けつけたけど、こりゃひどいね。病のようだが、果たして治るのかどうか。何があったの。わからん。見慣れぬ猛虎兵だった。こやつらの長は大鷹、対馬を攻めるつもりだ。心を蝕む病だろ。もし島中に広がったら。そうはさせん。大鷹を探すの。猛虎兵によると息におるとか。海賊と罪人の島だ。侍は憎まれてる。そうだ、かつて父上が治めようとしたが、あの地で会えなくも。その後残党は引き上げ、そして今何者かに乗っ取られた。俺が正さねば。酒井様、よろしいんですかい。息はお侍を嫌っておりますよ。
北西の岸へ向かえ。境砦？あれは父が建てたもの。息で何かあれば民はあそこに逃げるはず。では大急ぎでお連れいたしましょう。例の猛虎が来てから海が荒れっぱなし、息では大風が吹いとるでしょうね。無理もないな。大高どもの企みのせいだろう。綿摘様がお怒りなのかも。ですが必ずお送りしますよ。来い風。風、馬は無事だろうか。着いたのか。抜け荷の隠し場所のようだ。境砦は遠くない。誰かおらぬか調べねば。そして風、見つけてみせる。船が流れ着いていないか見に行ってみるか。俺が乗った船だ。風、どこへ行ってしまった。この蹄は風のものだ。どこへ行ってしまった。歩みによどみがない。無事のようだ。そこもと静かに。聞かれますよ。大高族に狙われているんです。もし捕まったら心を壊されてしまう。落ち着け。人はおらん。奴らが来たと気づいて逃げ出したものの、危うく蛇に噛まれかけまして。だが殺したのだろう。それが不意に現れた馬が蛇を踏みつぶして運よく事なきを得ただけなんです。その馬どちらへ行った。猛虎を追って丘の方へ。助かった。馬を見つけたら礼をお伝えください。あの音近いぞ。風、今向かう。なんだ。風、ようやく会えた。怪我はないな。死んだかと思ったが、お前を見くびっておったな。お前が見せた足で猛虎を潰す動き、忘れるでないぞ。
襲われておる。急ぎ向かうぞ。今ので最後。二度も命を救われました。礼は良い。馬に行ったのですが、ともあれおかげで助かりました。どうだ、褒められたな。行くぞ、共に息を救おう。赤い砦のことか。ああ、今や猛虎の巣さ、あいつら捕虜を狂わせてる。叫び声で眠れやしなかった。もう安全だ、どこかへ逃げろ。死ぬかと思った。Samurai, pur que te tosa. お前が太田か。対馬に送った石膏すべて切ったぞ。古典藩は死んだ、あやつの兵も敗れた。明日幾千もの武士が息に集う手はずだ。くだれ、命までは取らんぞ。苦しかったの。飲め。一息に殺せばよかろう。客を害しはしない。そう力むでない、まだ先は長い。決して潰れんぞ。とうに潰れておるではないか。さあ、己の霊魂を地の底へ送ってやろう。
己が先祖の裁きを受けるがよい。ユナ、来るなと言ったはず。ちゃんと聞くと思ったの？そこらの船を借りたんだ。どうした？何かされたの？大田家族の蝶に飲まされたようだ、毒を。あいつらが戻る前にクスシを探そう。タチはどこへやった？近くを探してみなよ。大鷹と猛虎兵はどこだ？さっき外に火をつけたんだ。さて、行くぞ。こっち。ねえ、何が見える？なぜ手を貸さなかった？父上、見殺しにしたな。お助けしたかった。見てたんだね、殺される様を。何か妙だ。おのれ、これも毒の。心の目は開いたか。この幻は始まりに過ぎぬ。我が助けなくては恐怖と苦痛の海に沈む。我が先導を務めよう。うちに秘めたる罪を清め、生まれ変わるがよい。我が樹脂のいずれもが通ってきた道だ。そうして島を我らがものとし、己の父の意志を継ごう。息の海賊を残らずなぶり殺せ。父の無念を晴らすのだ。ジン！魂がさまよっておる。我が子に全てを授けたかった。だがあやつは武士になれんか弱い。ジン、そこは危ない。こっちだ。今参ります。父の疑いを己自身が証明したのだ。武士なら父を見殺しにするはずがない。父上の亡骸を乗せて船で対馬に戻った。生き恥をさらして。あやつはもろく弱い。戦で死ねば堺の家は耐えてしまう。父は己を連れたくはなかった。俺がおるだけで家名が怪我されるからだ。嘘だ。ジン、急げ。お待ちを、父上。してやられた。すべて賊どもの計略。我が兵が撃たれる。父上。ジン、走れ。今そしだ。己が父を死なせた。違う。お前は死ぬのが衆生のためだ。父上、生きてるか？
近くにいる。ひとまずここから離れるぞ。まだ青ざめてるな。しばらく休め。何者だ、答えよ。その言葉つき、ここじゃ通用しない。対馬だと思うな。幻が何を言う。太刀を抜け。切って確かめてみるか。代わりに答えよ。梅雨の森の戦はどちらが勝った。戦の前、10日以上雨が降って大水で侍も島の者も死んだ。どちらも負けだ。俺からも聞かせてくれ。侍が息で何してんだ。大鷹が対馬に石膏を送り、俺はその所業を見た。奴らを止めねばならん。では毒のことも知ってるんだな。あの毒はこの身に回っておる。さりとて気は確かなのか。そんなやつ初めてだ。いかほどで毒は消える。消えねえ、おそらくは。では耐えるほかない。猛虎はいつからおる。ひと月だ。俺の仲間は抗ってるが、ほとんどの奴らは殺された。俺も手助けする。穂高を退けよう。侍が族を助けるって。大鷹を倒すためだ。名を言え。陣、槍川の手だ。しばらく考えさせてくれ、槍川の陣殿。答えもせずに立つのか。生き残りを探すのさ。あんたも正気づいておけ。話がしたかったら西の浜辺にある小屋に来な。その前に毒で潰れてなきゃいいけどな。潰れぬ。槍川の陣、まさか来るとはな。何があった。ここに住んでた友人だ。仲間にしようと思ったが、猛虎に先を越されちまった。せめて埋めてやろうと思ってね。少し待て。手を貸そう。知らないやつだろ。構わん、クワをくれ。ふん、好きにしな。来世では幸せにな。仏教を知っておるのだな。ああ、見くびるなよ。仲間に引き合わせるという話、心を決めたか。さてね、毒はまだ回ってるんだよな。ああ、しかし大事ない。仲間のもとへ連れて行け。俺が皆を特進させよう。はあ、こりゃ参った。先は長いぞ。遅れるなよ。どこへ向かう。俺たちの隠れ家、かつては侍から、今は猛虎から守ってくれてる。侍を連れることに心がかりは。そりゃあるが、人では多い方がいいだろう。隠れ家では気をつけな。堺の襲来以降、侍の嫌われっぷりときたら蛇でも歯が立たないほどだ。堺の襲来だと。あの人斬りは島に秩序をもたらせると思い上がりやがった。天かったか、いい連中が大勢死んじまった。どちらにも火があったと聞くが。嘘ではないな。それが戦ってもんだ。この先に隠れ道があるんだ。もうか。道が見つかった。あんたのお手並み拝見と行こう。やるね。戦慣れしてる。
道が塞がれておる。不可の計らいだ。もしよそ者に見つかったら、入り口を塞いでそいつらを殺す。一人残らず。仲間の客には寛容であればよいが。楽しみにしておこう。他の入り口は？確か海辺に。だが幼い頃に使ってたもんだ。残ってるかな。行ってみよう。こやつは幾人を殺したのであろうな。息に渡った父の老頭、寝込みを襲われ、喉を切られ、血だまりの中で死んでおったぞ。黙れ。ジン、どうした？いや、大鷹の声が聞こえた。心の内で聞こえるのか。ああ、俺が計らずも頭に浮かべた言葉が大鷹の声で。そりゃ辛いな。この道、武士では見つけられんわけだな。猛虎も見つけられまい。渡れねえよ。常に道はある。お侍は言うことが違うね。よく滑る口だな。褒めてくれんな。やるな。俺にも一つくれ。これはな、贈り物なのだ。亡き友からの。悪いこと聞いた。まあ気にすんな。他を探せ。お主も登ってこい。鮮やか。もう俺たちの船を狙ってる。友人か。友人とは呼ばない。仲間と隠れろ。これで4艘の船が沈められた。ここを通れるはず。深とはどこであった？思いがけず酒井殿の宿でな。酒井取りでか。ひどい飯だった。首はつながったまま帰れたが、他の客は全滅だ。間もなくだ。こやつは罪人の末と引き込むつもりだ。殺されるぞ、愛しい父のように。門を通れば引き返すことはできない。あんた次第で俺も死ぬ。肝に銘じておけよ。いらぬ心遣いをするな。後悔はさせん。よし。その様子なら心配ないな。離れるな。あと太刀も抜くだ。あんたは黙ってりゃいい。心しろ。天蔵？戻ったのか。そいつ侍じゃねえか。頭に伝えるから待ってろ。いや、俺が行く。仕事に戻れ。侍、悪さすんなよ。深に気に入られろ。そうすりゃ周りもおとなしくなるさ。もし子孫じたら。縛られて海に落とされたやつもいれば、船に吊るされて鳥に食われたやつもいたな。侍だとどうなるかね。この者ら。こいつらも毒を盛られて病んじまったんだ。天蔵、汚れてない布はあるかい？俺の着物を裂いて布にすればいい。陣、行くぞ。深が待ってる。お主の家か。貸してやってる。深だ。悠々と見下ろしてら。天蔵、さっさと上がってきな。今行く。いいな、笑顔だ。侍の矜持は忘れろ。どういうつもりだ、天蔵。なあ、聞いてくれ。聞くとも。ほら、なぜ侍なんかを私の家に連れたのか言い分けてみろ。
戦えるやつを探してただろう。あたしらと共に戦えるものだ。その首が狙いなら党に取っておる。ジン、お前は黙ってろ。この侍の弁明楽しく聞けそうじゃないか。もう子供は対馬にも襲来してきた。今大高を息で止めねば、あやつの毒でさらに蹂躙されてしまう。共に大高を倒し故郷を守ろう。力を貸してくれぬか。天蔵、お前の客だ。何とか言え。助けになるか、または猛虎の槍に疲れるか。死んだとしても侍を殺したと自慢すりゃいいさ。俺たちに失うものはない。よし、よくわかった。お前船に酔うか。次の大風の時、総掛かりの船で猛虎の戦船を襲う。仲間が命を落とすだけだ。俺が船に乗り込み沈めてみせよ。天蔵、こいつたわごとを抜かしてるぞ。いや、一理ある。俺たちじゃ戦船に近づけないだろう。だが数日おきに島から出てる補給船なら。その船を奪い戦船に乗り込めばよい。なるほど、うまくいくと思うならお前に任せる。男手が欲しい、陣も含めてな。いいだろう。補給船は島の北東に止まってる。崖に囲まれた入り江を探せ。そこで会おう。不可、恩に切る。足を救われないようにしな。